グリーン GDP は今までの GDP 算出の矛盾を解消するために自然界の様々な要素を加味して算出される GDP のことである。つまり GDP から環境破壊による生活質の低下を差し引いたものである。基本的な概念は自然界の様々な要素を何らかの基準で数値化し価値ある資源として計上するというものである。多くの場合、 人類の経済活動は環境に悪影響を及ぼしているので GDP に相応の減少分が発生する。これは生産活動によって減価消却が行われるのと似ている。一定期間内に一国内で発生した付加価値の総量のことを GDP といい、この数値が増加すれば経済は発展しているとみなされるが、これはつまりより多くの付加価値が生産されれば、 それだけ経済は成長していると考えているということである。しかし、この考え方には欠点もある。例えば、森林開発が行われると、木材、パルプ生産や住宅建設などが GDP を押し上げるが、土壌流出など環境破壊が起こっても GDP には何の影響もない。このような矛盾に対して、1980年代後半から、 環境問題に対する取り組みが強化されたことで現行の GDP の算出方式を変えようという声が出始めた。そこで代わりにグリーン GDP が考え出される。自然界の様々な要素をどのように金銭換算するのかということが一番の問題である。一つの経済活動を行うとき、環境に様々な影響を与えるがあまり粗雑に算定すると、 重要な資産価値を取りこぼす恐れがあり、すべてを算定しようとするのも困難で、指標として実効性を持つのか疑わしくなる。1993年には国連統計部が独自の基準を策定したが、世界的にはバラバラの基準を用いているのが現状である。日本では環境省を中心に研究が進められており、基準を策定中である。 中国は2003年に GDP の算出方法にグリーン GDP を取り入れることを発表している。ありがとうございます。